震災の復興支援と交流人口の増加を目指すサイクリングイベントツールド東北が開催され、全国から集まったライダーが被災地の沿岸部を駆け抜けました。ツールド東北は震災の風化を防ぎ復興を後押ししようと2013年から開催されています。11回目の今年は走行距離ごとに3種類のコースが設定され、参加者たちは石巻市や南三陸町など被災地の沿岸部を駆け抜けました。また女川町の休憩所ではサンマのつみれ汁が提供され、地元の名産品で束の間の休息を楽しんでいました。毎回美味しいです。塩分がまず毎年こう通るたびにコースが変わってた時があったので、あ、もう治ってきたなっていうのを見ながら、なんていうか、まあ、良かったなというか、まあ、そんな気持ちで走ってます。各地から来てくださっているわけですから、すごくみんなありがたいなと思っています。今年はおよそ1300人が参加し、沿道では多くの地元住民がライダーに声援を送っていました。